ボーイズグループ、セブンティーンの民牛が21日、都内で行われた、ロクシタンハンドケアボディケアカテゴリーアジアアンバサダー就任記念イベントに出席。ファンへ感謝を伝えた。写真、スタイル良すぎ。民牛、全身ショットロクシタンジャポンは、2024年8月よりロクシタンボディケアのカテゴリーにおいて、民牛をハンドケアボディケアカテゴリーのアジアアンバサダーとして迎えた。 フランスのブランドであるロクシタンがアジアに特化したアンバサダーを起用することは初めてのこと。報道陣の前に登場した民議は拍手で迎えられると、うわぁ、恥ずかしいです、と照れ笑い。ロクシタン初のアジアアンバサダーに選ばれたということで、初、という言葉はすごく気分がいいですね、と微笑み、これからいい姿をお届けしていけたらなと思います、と意気込んだ。自身にとっての、 ラグジュアリーについて聞かれるとミンギは、時間を意味のある、ゆとりのある時間にすることがラグジュアリーじゃないかなと思います、と回答。あえて高級なものを選ぶということよりも、自分に与えられたものを十分に楽しんで、それによって幸せを感じることがとても大事なんじゃないかなと思います、と説明した。先日大阪でライブを行ったセブンティーン。その時の感想をミンギは、 本当に大きな会場でした。その大きな会場をからっと、ファンの愛称が埋め尽くしてくださったことが不思議でしたし、2日目には大雨が降ったので、なりふり構わず楽しんですごく幸せな時間を過ごすことができました、と振り返った。5月25日、26日には日産スタジアムで公演が行われるが、民義は本当に大きな公演会場ということですごく期待しておりますし、 久ししぶりに緊張もしていますと告白ファンへ向けては心の中ではお一人お一人と目を合わせてご挨拶したい気持ちなんですけど本当に大きすぎる会場その会場をびっしりと埋め尽くしてくださったファンの皆様に感謝するばかりですこれからベストを尽くして皆さんが来てくださった時間が惜しくなかったと思えるように頑張りたいと思います心から感謝しております と感謝を伝えたロクシタンの製品をプレゼントするとしたら、誰にどんなものをあげたいかと聞かれると、民儀は日本語で、僕はカラットの皆さんに全部を、冗談です、わら、とちゃめっけたっぷりに回答。心のうちでは、本当に一人一人の皆様にロクシタン製品をすべてあげたいと思っている。 とした上で、例えば日産スタジアムに来てくださったカラット全員にロクシ死ンをプレゼントするとなったら大変なことになりますよね。と話し、通訳がそのことを訳し終えると、再度日本語で、問題があります、と言い,い会場の笑いを誘った。